行政の透明化を進めていく、ぜひ新しい東京に皆さんのお力お貸しいただければと思います。精神的支柱であり、やはり質問力といってもそう、もうね、皆さんもお分かりかと思いますけども、大きなこう穴が開くような気持ちでおります。まあかねてから話はちらほら聞こえてはきたので、もしかしたらそういう時があるのかもしれないと思っていたんですけども、やはり、この時というところで、蓮舫さんのやっぱりですね、洞察力、ものの本質を見抜く力というところで、決められたんだなということで、まあ、ある意味納得もしました。蓮舫さんらしく思いっきり戦っていただきたいなということですかね。